舞茸2分の1パック、ツナ缶1つ。和風パスタにします。軽く油を切ったツナをフライパンに入れます。最近ツナ缶も高いので、ちょびっと残して明日のお弁当に使います。舞茸ほぐします。バター投入、ニンニクチューブ、しんなりするまで炒めます。塩昆布、めんつゆ、良い香り、パスタ茹でます。多分 300g くらい。少し固めに茹でます。パスタの時って他のおかず悩みませんか？パスタプラススープ、パスタプラスサラダくらいしか思いつかない。今日は面倒くさいからパスタだけ。パスタをフライパンに移します。味薄そうなので足します。めんつゆ、塩コショウ、バター。水分飛んで味が馴染んだら完成。盛り付けます。刻みのり、舞茸とツナのパスタできた。いい匂い。いただきます。材料少なくて楽だし美味しかった。